それ系の、系で作ってるブラシがあって、でも、ボアブラシって言ってるんですけど、あって、サプラグですね、金なので微妙にですね、細かい素地はつくんですね。だけど、ソールの中の汚れとかを、ブラシだけでやると、どうしてもブラシでこう削ったやつがまだ残ったりしますので、これで仕上げてもらうと、さらに綺麗になりますので、これもあると便利です。これにしといてもらうとですね、ワックスの染み込みも良くなるし、表面の方にもなるじゃないですかね。下島さんはどんなふうにされてます？そのままなくて、そのままなくて。って言われてますから。止めちゃうのどうしても熱が伝わりすぎて、いわゆる焼くっていうか、ね、ソール材もプラスチックなので、熱がかかりすぎちゃうと痛めてしまうので、少しゆっくりめで、これは直角になってますから、今ちょっとボードのようにいっちゃいますけど、でここに粗めのヤスリがついているので、ここに置いてもらって、これで置いてもらうと、ちょうどここが90度で今立ちますので、この削るところがあったんですよ、皆さん、どんな感じでされてますかね。それからもう少し硬くなるそうです。溶けて走らせるんじゃなくて硬くなって、それで雪の上を走るっていう、スノーボーダー向けに作ったワックスもありますので、面倒くさがり屋の人にはいいんですけど、だからやっぱり滑走性を